韓国が国産ジェット戦闘機として開発を進めている 第4.5 世代ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの設計図や、同じく国産汎用ヘリコプターである KUH-1 スリオンの関連資料などの軍事機密資料を販売するという、コメントがテレグラムなどの SNS 上に投稿されたみたい。これによって、韓国軍国家情報院警察などが合同で捜査を開始したことが報じられているな。今回は韓国軍の兵器関連機密資料が流出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、それによると、スリオンの部品とみられるパーツ写真や KF-21 の設計図など、軍事機密に関連する文書を売るという投稿が昨年頃からテレグラムなどに何度か登場していたとされ、これを発見した韓国航空宇宙産業 KAI が、この投稿とアカウントなどを国家情報院など捜査関係当局に通報したみたい。国軍防庁司令部や国家情報院に韓国警察などは現在、軍事機密保護法及び防衛産業技術保護法違反などの容疑で合同捜査しているとされているけど、現時点では捜査中ということもあってことの真相を伝えるコメントは発信されていないんだって。この報道を受けた日本のインターネット上ではもしこの軍事機密情報流出が真実であったとしても、開発段階ですでに時代遅れの戦闘機と評価されているポラメや、国産化しようとして事実上失敗し、さらに様々な欠陥が明らかにされているスリオンの軍事機密など大した価値がないとして、ポラメやスリオンの機密が漏洩することよりも、それらに技術移転として提供されているアメリカなど他国の軍事機密の漏洩を心配する声が広がっているね。事実ポラメの国産化については 65% 程度との見方があり、とても国産戦闘機などと呼べるものではなく、スリオンに至っては動力伝達装置を構成する部品約450点のうち、エアバスヘリコプター側との間で技術移転して国産化すると契約した部品134点しか達成できず、さらに韓国国内で量産可能なレベルにまで到達した部品は約80点でしかないとされているぜ。さらにスリオンの開発が完了した後の調査によって、実際にスリオンに搭載された全ての動力伝達装置がエアバスヘリコプターの製品であることが確認されるなど、韓国の監査院では1兆3000億ウォン約1400億円が投入されたとされる国産化計画は事実上失敗したと見ているらしい。これらのことから、ポラメやスリオンの軍事機密漏洩はすなわちアメリカをはじめとする、西側諸国の機密情報が漏洩されるに等しいとして問題視されているのであるが、ここ数年はアメリカ軍の兵器などに関する情報などをはじめとする軍事機密が韓国から中国やロシアなどに漏洩しているとされる疑惑が吹き出しているってわけだ。2023年4月10日にはアメリカのニューヨークタイムズ紙が、同月9日までに SNS 上において米当局が韓国政府の通信を傍受していることを示す文書が拡散したり、ウクライナの防空システムの窮乏に関する記述があったりしたことなどがあったと報じたよ。ニューヨークタイムズ紙によると、流出した文書にはウクライナへの砲弾支援をめぐる韓国政府高官らの発言記録があったとされ、それにはウクライナに殺傷兵器を提供しないとする韓国側の原則を変更して兵器を提供するかどうかを議論する内容が含まれていたみたい。アメリカ側はこの韓国による機密漏洩を大きく問題視していて、11日にオースティン米国防長官が韓国のイ・ジュンソプ国防相と電話会談を開いて、米国の機密文書流出に関する報道について説明した上で、今後アメリカ側と緊密に連絡を取り合って真相究明に協力していくことを発表したんだ。韓国によるアメリカ軍などの機密情報漏洩について過去には、2022年4月29日には北朝鮮の工作員から多額の仮想通貨を渡されて韓国軍の軍事機密を流出させたとして、韓国陸軍の現役隊員が、国家保安法違反容疑で逮捕起訴されていたことが発覚して韓国メディアが大きく報じたな。この陸軍隊員は北朝鮮工作員と直接接触したことはないとされ、通信アプリテレグラムでのやり取りで取り込まれて指示されていたとして、オンライン上で北朝鮮に取り込まれてスパイ活動した現役将校の摘発は戦後において初めてだというぜ。
この陸軍隊は2022年1月に北朝鮮工作員の指示で、韓国軍の演習時などに各種情報をやり取りするための合同指揮統制システムへのログイン画面などを撮影して、工作員に送信した疑いが持たれており、この陸軍隊はオンラインコミュニティで知り合った韓国人の友人から、この北朝鮮工作員を紹介されてテレグラムだけでやり取りしていたと自供したとされているらしい。ネット賭博などで多額の借金があり、工作員から4800万ウォン約500万円相当の仮想通貨を受け取っていたとみられ、軍事機密の撮影に使う時計型隠しカメラを隊員に送るなどした暗号資産投資会社の代表も逮捕起訴されたね。なおこの代表もまた、多額の仮想通貨を受け取って工作員に取り込まれていて、別の韓国軍将校にも軍事機密の持ち出し話を持ちかけたようだけど、これについては失敗したんだって。それ以前にも韓国軍幹部による機密情報漏洩は存在していて2015年にも発生していて、韓国の軍検察は2015年7月10日、軍事機密を中国に流出させたとして、キツトム司令部に所属する海軍少佐を軍事機密保護法及び軍刑法違反機密漏洩の罪で起訴する事件が起こっているんだ。この海軍少佐は2013年6月から2015年2月にかけて、韓国海軍艦艇に関する軍事機密1件と軍事資料26点を中国情報機関関係者とみられている中国人男性に渡した疑いが持たれ、その少佐は見返りとして中国の諜報員から金銭や接待を受けていたんだって。キツトム司令部とは、軍事機密の保護や流出防止を防ぎスパイの摘発などを担当する重要な部署であり、にもかかわらず、このような事件が発生し、2015年4月に複数の事務職員が内部文書を兵器仲介企業に渡して逮捕されたのみならず、5月には幹部2人が銃弾3万発分の弾倉をレバノンの業者に横流したとして摘発されるなど、常識では考えられないような不正が続出していたぜ。なお、これらの韓国側による機密漏洩について米国防総省関係者が特に韓国側への怒りをさらけ出したのは、この海軍少佐の事件に関連して、アメリカの最新鋭防空迎撃システム高高度防衛ミサイル THAAD に関する情報を含む機密漏洩の可能性を報じたためとされているな。THAAD は当時、アメリカ軍が弾道ミサイル防衛 MD システムの中核として韓国国内への配備を目指していたよね。このシステムは迎撃ミサイルとともに、北朝鮮のみならず中国のミサイル基地の存在をも丸裸にする高性能な早期警戒レーダーが配備されているため、中国は韓国への配備を激しく非難して猛反対するとともに、THAAD に関する情報を切望していたとされているよ。軍事機密の保護を主任務とする韓国軍のエリート幹部が積まれた金に目がくらみ、あろうことかアメリカ軍の最高機密情報を中国に平然と漏洩していたというわけだ。このことは韓国軍に不正がはびこっている実態を物語り、同盟関係を結ぶアメリカの怒りを買っていたのであるが、今回の機密漏洩事件はまたしても韓国軍のモラルの低さを証明したとして、アメリカの韓国に対する信頼は地に落ちたとまで言われているな。韓国では2024年2月に、ボラメの開発を共同開発の形で支援しているインドネシアの技術者が、開発関連資料をボラメの開発を進めている韓国航空宇宙事業 KAI から持ち出そうとしたとして当局が摘発したことがあったぜ。そのボラメの設計図そのものを販売するという SNS 上の書き込みが真実であったとするならば、韓国が威信をかけて開発を進めてきた国産ジェット戦闘機は、すでにその機密が世界にさらけ出されたことになり、もはや導入を検討する国はなくなるであろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。